何もしてこない女につきまとわれている男の末路。これは私が小学校2年生から今もなお続いているおかしな体験です。私は小学校高学年になるまで親の主導の都合で山梨のおばあちゃんの家と関東にある家を行き来した生活をしていました。今は新しいトンネルがあるのですが、昔は心霊スポットと呼ばれたトンネルを通らないとおばあちゃんの家には行きませんでした。おばあちゃんに早く会いたいな。お母さん、あと何分ぐらいで着くの？あと20分ぐらいね。もう少しよ。そして例のトンネルに入った時でした。どこからか女の人の声で、助けて助けてと聞こえてくるのです。その時お母さんにも聞こえていたみたいで、僕には無視しなさいと言ってくれました。なんで窓を閉めてるのに女性の声が聞こえてるんだろう。不思議だな。そしておばあちゃんの家に着き、私が最後に家に入ろうとしたその時でした。え、僕が一番最後だったのになんでだと思い後ろを振り向くと、そこには約2メートルぐらいで白いワンピースを着た大女が立っていました。え、誰誰。その女性はとても怪我をしていて、当時の僕は幽霊というものは浮いているものという認識をしており、普通の人だと思ったので、大丈夫ですか、怪我してて痛くないですかと声をかけてしまいました。ですが何も反応がないので不思議に思いながら家に入りました。お母さんとおばあちゃんに話をするとほっときなさいと言われたので、僕も特に気にしませんでした。相変わらずおばあちゃんの家は何もないなぁ。そして年数が経ち、私は中学生になりました。当時私は野球部に所属しており、朝練がありました。同じ方向に家がある友達がいなかったのと、田舎ということもあり一人でよく登校していました。夏休みのある日、私はいつも通り登校していたら、反対側の道に背が高い女性が立っているのが見えました。あの人どこかで見かけたなぁ。私はその女性に見覚えがあったのですが、その時は思い出せずにいました。そして同じ年の冬休み、同じ道を歩いていると、今度は約20メートルくらい前にあの女性が立っていました。あの人そうだ。その時私はあの大女の存在を思い出しました。でもずっと私のことを見てくるだけで何もしてこないので、目の前を通り過ぎようとしました。すると何かボソボソと言っていましたが、正確には聞き取れませんでした。私は中学2年生になり、オーストラリアに1年間住むことになりました。私は歩いて学校に行っていました。早く日本に帰って野球したいな。え、ある日いつも通り歩いて帰っていると、またあの謎の女がいました。マジかよ、オーストラリアにも来るのかよ。しかしその女はやはり何もしてきませんでした。そのようなことがもう一回あり、次の年を迎えます。